こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。今日はワンニーに来ております。早速なんですが、最寄りの U バイクステーションに移動しますね。自転車でどこに行こうとしているかはステーションに着いた時に改めてお話ししますね。了解。ちなみにワンニーにはどうやって来たんですか？今回は台北駅近くのバス停から1815のバスで来ました。他にもいろいろ来る方法はあるので、お好みの方法を選べば良いと思います。ということで U バイクステーションに来ました。区役所の目の前でございます。じゃあこれからどこに行くのか教えてもらえますか？現時点では Google マップ上には何もないんですが、ここに雷鎮竜総統が生まれ育った家がありまして、そこに行こうとしております。じゃあ行きましょうか。まあまあ距離があるので自転車で行くわけですね。そういうことですね。途中面白そうなものがあればそれを見ながら行く感じで向かいますね。早速川の景色が綺麗な場所があったので見ていきますね。確かにこれはいい景色ですね。自転車にちょっと乗ってきただけなんですが、街とは雰囲気がガラッと変わって驚いております。こんないい場所で雷鎮竜総統は育ったんですね。そうなんですよね。都会の方がいいっていう話もあると思いますが、そこは置いておいて、田舎とか自然を重要視する場合、めちゃめちゃいい場所だなと。川を十分堪能したので家の方に向かっていきますね。こんな感じで看板が立ってまして、家が観光地化していることがわかります。さらに進むとこんな感じです。わかりやすくていいんじゃないでしょうか。まあそうですね。ちなみにここはかなり急な坂になっています。坂を登りまして目的地に到着しました。人がいますね。この方々は多分地元の人たちだと思いますが、ここに滞在している間に2組の観光客っぽい人たちが来ました。観光地として有名になっているわけですね。そうですね。この家は違法建築だとかなんとかって話題になりまして、それで知名度が一気に上がった感があります。なるほど。違法だとかなんとかってのは置いておいて、この家の周辺は雰囲気がいいですね。そうなんですよね。のどかな家の理想像を体現したかのような場所だと思いましたね。現実的なことを言えば、買い物が不便とか急勾配な坂を毎日登ったり下ったりして大変とか、いろいろあるとは思うんですが、それでも雷少年はいい場所で育ったんだなと思いましたね。ですね。あと家の近くにはお寺らしきものもあって、特別な何かがあるわけではないのですが、それが逆にちょうどいいというか、お寺が参拝客でにぎわうのはこの場所ではふさわしくないでしょうし。確かに。満足したのでそろそろ町の方に戻ろうかなと。 U バイクを一旦返却したいので、来る時とは少し違うコースでステーションに向かいます。行きも見てますが、やっぱりこの川いいですね。そうなんですよね。この景色が良すぎて、ワンニーという地域全体がめちゃめちゃいい場所なんだろうと勝手に妄想を広げてしまっています。その感じなんとなくわかりますよ。感覚が伝わってよかったです。ということでステーションまで戻ってきました。今回は自転車を使いましたが、一応家の近くにバス停はありまして、ワンニー中言層のバス停とつながっています。 Google マップ的には F921 と F922 の一部路線が止まるということになっていますが、 F921 は本当に止まるかどうか怪しいです。ちょっと調べたというぐらいですが、このバス停には停車しない運行状況ばかり出てきたので、F922 の方は書いてある2路線は止まるっぽいですが、本数が少ないので事実上使えないかなと。今見てきた通り景色もいいので、家を見に行くのであれば自転車で行くことをおすすめします。了解。それで今が12時30分ぐらいでして、昼食を食べたいと思っております。ちょっと探した結果、このお店で食べることにしました。
おにぎり的なやつとドージャンをいただきます。美味しそうですね。おにぎり的なやつの中には卵、たくあん、ヨウチヤオ、ローソンが入っていて、サイズ以上の満足感がありましたね。ごちそうさまでした。ということで、これから午後の活動に移っていきますが、続きは次回。ご視聴ありがとうございました。